予告でスクラルの腕伸びてたのってそういうこと？というと？スーパースクラル作る実験らしきものがあって、そのデータを見てたらグルートとかの遺伝子情報があった。タロスと喧嘩別れして後悔とかヒューリー以外と子供みたいなとこあるのね。ヒューリーどうやって戦うんだろ。タロスとも喧嘩別れしてブラザーにも協力してもらえない。今じゃ血の気の多い老人だぞ。スクラル人パワーは地球人以上だけど耐久力は地球人並みよね。ヒルちゃん死亡確定か。辛い案件開けたらスクラル顔になってるのを信じてたんだが、ナオロギーはこの時期アーマーを外してる。見つかれてんの？前に出たヨウホーナとナイパイの泳ぎって言われてた気がするから、今回遅れとかでずらされるかもしれないけど。これナイパイの一着して最後の風になって終わるんだろうな。アベンジャーズ呼べよって思ったけど、コピーされて利用されるだけだよな。スクラルと結婚してるのか、奥さんにスクラルが化けてるのか。本当に何もないところから敵に立ち向かうんだな。ヒューリー嫁さんがいたみたいだが、タロス、実は地球200万人来てました。それを黙ってるタロスくんはさ、見てきたけど誰がスクラルなのかもうわかんねえ。